JR 貨物の22コンテナ40フィートコンテナ輸送コンテナとは出荷、保管、取扱いに耐える強度を有した容器のことである。輸送コンテナはインターモーダル輸送に使用される再利用可能な大型のスチールボックスからありふれた段ボール箱まで多岐にわたる。国際海運業の文脈ではコンテナ、輸送コンテナはインターモーダル貨物コンテナと実質的に同義であり、これは 荷おろしや積み替えを行わずに、ある輸送モードから別の輸送モードに移行できるように設計されている。20フィートのタンクコンテナとオープントップコンテナを乗せた貨物列車。インターモーダル貨物コンテナは海上コンテナとも呼ばれ、地域や国家をまたいで製品や原材料を移動するために設計された再利用可能な輸送、保管ユニットである。全世界には 1> 約1700万個のインターモーダルコンテナがあり、国際貿易を担う世界の長距離貨物の大部分は、このインターモーダル輸送コンテナで輸送されている。さらにこれらのコンテナのうち数百万個は、元の港への変装コストを省くために廃棄されたと、推定されている。インターモーダル輸送の発明は、20世紀後半の、小取引のグローバル化に大きく貢献し、商品の輸送コスト、 ひいては長距離貿易のコストを劇的に削減した。航空貨物用コンテナは別名ユニットロードデバイスと呼ばれる。飛行機のメーカーや機種、運行する航空会社に応じて作られている。飛行機内部の限られた貨物スペースに搭載する関係から一辺が1から2メートル程度、長くても6メートル程度で会場用や鉄道用に比べると非常に小さい。円筒型をした。 飛行機の断面に合わせるため、脳型体の箱のほか、その一辺を書いたような五角柱形状のものも多い。航空機の積載荷重制限は、船舶や鉄道より厳しいことから、軽量化のためジュラルミン製のものが多い。小型軽量のため、専用のローラーコンベア上では、人力で移動可能であるトーハンドリングは、比較的容易である。反面、材質が軽く脆弱なため、 鉄道用や海運用のコンテナに比較すると強度が弱く損傷しやすい面もある。航空機用コンテナを空港と航空貨物会社の市内営業所や航空郵便受け渡し郵便局などの間で輸送する場合、コンテナ自体は基本的に防水構造であるため平らに台トラックが使用される。二台上での内容物の積み下ろしが容易となるよう。 煽り度を低くした専用使用者もある。事業者によっては、コンテナの損傷防止のためウィング車などを使用する例も、多数ある。航空貨物用コンテナの種類他のコンテナ同様、保冷機能を有したものもある。変わったものでは競走馬専用のコンテナや、価格兼用機用の客室乗務員休憩室コンテナ、一部機体では、燃料タンク代わりに搭載できる、コンテナ型追加燃料タンクがある。 その他に海上コンテナに適用されている ISO 規格で製作されたアルミ合金製の軽量20フィート規格コンテナもあり、貨物機の上部デッキに搭載される。航空貨物用コンテナの規格をもに鉄道を用いて運ばれるその国の鉄道規格に応じたコンテナを指す。ただし鉄道によって運ばれる海上コンテナは基本的にはインターモーダル輸送の分野に含まれるので、 鉄道コンテナとは呼ばれないことが多い。ダンボール箱は輸送用コンテナとして非常に多く使用されている。軽量でリサイクル可能であり、様々な製品を出荷するのに十分な強度を持った様々なダンボールが存在する。木箱は重くて密度の高い製品の出荷によく使用される。クレートクレート箱は大きなコンテナで多くの場合でできており、大きくて重い。 または扱いにくいものを運ぶために使用される。クレートは、被覆の有無にかかわらず、自立構造を持っている。中間バルクコンテナは、バルク流体及び、材料の一般的な輸送、保管、及び取り扱いに使用される、多目的コンテナ。様々な種類の IBC が作られており、IBC の適性、耐性などによって、化学物質、酸、コースティックス、 不活性材料、食品グレードといった、長大な分類データシートが存在する。IBC には用いられる材質には、一般的に以下がある。バルクボックスは、バルク数量の保管と出荷に使用される、パレットサイズのボックスである。ドラム缶ドラムは、鋼、プラスチック、繊維で作られた、円筒形の輸送用コンテナである。それらはしばしば液体や、粒状材料を入れて使用される。 金属製のものはドラム缶と呼ばれる。ペール缶もまた輸送コンテナとして使用される。軍事拠点の建築に活躍するコンテナ型の製材システム。コンテナの本来の目的は貨物を運ぶことである。しかし近年の産業構造の大きな変化や日々生まれ続ける革新的技術等を組み合わせて現代ではコンテナとは貨物を運ぶ容器ではこと足りなくなり。 以前では想像もつかなかった、使われ方もしている。その代表事例が、従来の貨物ではなく、設備そのものを運ぶあるいは、コンテナを利用した二次的加工設備などである。IBM 社が開発した、トレーラーで移動ができる、40フィートタイプのモジュラーデータセンター。ウルトラン社の脱炭化、分散エネルギーソリューション設備を収納したコンテナ。コンテナの強度は、 新しい素材の登場や近年の溶接や塗装を含め目覚ましい製造技術の向上とともに20世紀と比較して格段に強度が増してきている。例えば1個あたり30数トンのコンテナが船倉で9段積みされて静止状態時での再開にあるコンテナ本体の上部四隅部には30数トン8個イコール300トン弱の荷重がすでにかかっている。 さらに航海中で押しけに遭遇し、船体が上下に激しく揺れた場合には、静止状態の2倍弱の数百トンもの加圧される垂直荷重に耐えうる強固な強度が製造時に規定されている。このためにコンテナの耐久性も非常に高くなっている。さらにコンテナには、規格化され、積み上げたり横に連結することや逆に切断することができ、 移動が比較的簡易に可能で世界中に溢れているという特徴もあるため特に比較的安く汎用性の高いドライコンテナは理想的な建築材料とも言える。ビルディングフェアズベルの2011で使用されていた20フィートコンテナをベースとした仮設トイレの一例。イスラエルに所在する地中海に面した港町ヤッファ地区で撮影された酒場店内の風景。元。 アメリカンプレジデントラインズ社所有の40フィートセ高ター形ドライコンテナの上部位を切り取ってカウンターに流用している事例。コンテナを買い取って物置代わりに使う家庭や建築現場やイベント会場での仮設オフィス、空き地でのカラオケボックスに使う会社などは以前からあったがコンテナを多数組み合わせて家屋や各種の店舗や屋台、オフィス、アパート、寮、学校、 アトリエ、他仮設住宅などを作っている個人や会社や政府、関連機関、あるいは建築家も世界各地に多く現れている。日本国内での現状としても会場コンテナをベースにしたコンテナハウスなど改造コンテナの使用事例も多い。一方で比較的手軽に利用、設置が可能であることから建築確認申請等の手続きを経ずに設置され違反建築物として 取り締まりの対象とされる例が全国で後を絶たない。このような違反においては、コンテナ同士の結合や基礎への金結も十分になされていない例も多い。こうしたことから実際に利用する場合には、建築士や特定行政庁に相談すると十分注意する必要がある。なお、日本国内で建築材料として利用するには、 建築基準法第37条の規定に適合すること、簡便には実規格に適合していること等を証明する必要があるため、一般にイメージされるより、またスーパーハウス等の類似日地に比べても、建築確認の取得難易度は高い。またコンテナは通常、外から扉を閉めると、中から開けることは困難であり、コンテナをそのまま倉庫に転用する際には、 閉じ込め自己防止に留意する必要がある。実際に起きた事件として、風の小学園事件が挙げられる。1990年代以降、北、アメリカには、貿易赤字に伴って比較的安いコンテナが、大量に溢れることになった。工業製品は、アジアから、一部は、ヨーロッパから、コンテナに積載されて、北、アメリカに来るが、北、アメリカから輸出する製品は少なく、 船会社は、それなりの費用をかけてソラコンテナを大量に送り返す必要があった。ソラコンテナの変装費より、新品のコンテナを中国などで買う費用の方が安い場合もあるため、コンテナを一方的にアジアからアメリカに送り、不要になった中古コンテナのアメリカでの新たな使い道を見つける必要が生じていた。ありがとうございます。